自動ドア、自動ドア、自動ドアは、扉の開閉を人力でなく電気などの動力によって行う設備のこと。その中でも、特に人や物の接近を自動的に検出して、扉を開き、通過を確認して、扉を閉じる機構を持つ設備を指すこともある。また、日本のタクシーのように動力が、運転手による人力であってもドアに直接触れずに、 開閉操作できるものを自動ドアと称する場合も古く紀元前100年頃にはヘロンが祭壇の火の強弱を利用して空気圧の力で神殿の扉を開閉させる装置を開発していたことが知られている。日本では古くは飯塚絵画七のからくり時計において朝夕に鐘と太鼓で時間を知らせると同時に家の門を開閉したとされ復元品が つくば市立や田部郷土資料館に所蔵されている、飯塚絵画7発明の方も参照。昭和初期には、航空母艦、加賀、赤木などの一部の格納庫の防火防弾用として用いられた。また1926年の山手線の電車や、1927年の東京地下鉄道線軽電車には、空圧式の自動ドアが使用されたとの記録がある。建物では、 日劇前の東芝営業所玄関に光線スイッチ起動による自動ドアが設置された。また建物に対しては1957年に油圧式、空圧式の自動ドアが開発され、新築ビルの玄関などに使用されるようになった。スライドする引き時計式のものが多いが、回転式、蝶蓄外、ヒンジを用いた折り戸や観音開きを含むスイング式、クライドスライドのものもある。 1960年代には、マジックドアという表現を見られた。自動ドアは、オペレータ部、センサー部、ドアサッシ部の3つから構成される。開閉方式としては、引き戸、開き戸、折り戸、回転ドアなどがある。駆動方式としては、電気式、空圧式、負圧式、油圧式などがある。検出方式としては、マットスイッチ、超音波スイッチ、 赤外線スイッチなどがある。エレベータのように挟み込み防止のための安全装置がついている場合もある。日本では鉄道、バスタクシーなど多くの公共交通機関は車掌、運転士、駅員が開閉操作を扱い乗客自らはドア開閉を行わないが、鉄道車両では車内の空調効果維持を図るため、停車時に係員は開場するのみで開閉操作は 乗客自身が行い、乗降客がいない、停車駅や長時間停車時に開閉回数や開放時間を低減させる場合がある。発車時は、車掌の閉避操作によりドアは自動で閉鎖されることから、半自動ドアとも故障される。日本の鉄道車両における状況を記す、旧来鉄道車両の乗降扉は手動であったが、ドアエンジン駆動式の自動ドア導入後、開閉操作は、 車掌や運転士が扱い扉は開放か閉状態のまま固定され、手動開閉は不能である。本方式は、車掌が車掌スイッチを開け操作して書く、扉を解除すると、ステップ灯と車側表示灯が点灯して、ドアエンジンのエアシリンダーが開放され、乗降時に乗客により手動開閉させるもので、乗降扉には取り手が配置され、手で開けてくださいなど表記されている。 一斉扉閉は、車掌スイッチの閉操作で扱われるため、通常動機は、乗客が手動で開閉させることはできない。国鉄の一般系、準急系、一部の急行系機動車や、管知向けの近郊系電車に広く採用され、転属で、管知向けに使用された、旧型国電などでも広く見られたが、現在それらは、廃車内市工術のボタン式半自動へと改造された。 ため、JR 東日本管内の115系や、JR 西日本管内の117系や、キハ120系など一部のローカル線車両、及び、上新電鉄に譲渡された107系などで見られる、程度になっている。車両側に、特別な装備を必要としない類似する、勘弁法として、客扱い終了後に、全扉を閉めてから係員が、 非常コックを操作して乗務員室付近の客扉を手動開閉する事例が JR ではホームライナーの乗車駅で乗車口を限定した場合や特急白鳥、スーパー白鳥がタッピ海底駅や吉岡海底駅で見学客を乗降させる場合に名古屋鉄道や近畿日本鉄道では通勤型車両の長時間車時に箱根登山鉄道は 風祭駅の有効長が約49メートルで、小田急電鉄車両は、箱根湯本片2両で、乗降客を扱う場合にそれぞれ用いた。1972年、昭和47年から、川越線と、八甲線用国鉄通勤系起動車で、後に相模線の通勤系車両で、車両内外の扉脇に、押しボタン式スイッチ増設改造が施され、 車掌スイッチを半自動位置にすると扉のスイッチ部分が点灯して乗降客自らの操作で扉開閉が可能となる。半自動スイッチとも呼称されるがドアエンジンが開放されていない自動扉を個別にミサを作るものであり手動開閉は考慮されていない。当初は各戦区事情を考慮して取られたが民営化に向けた211系電車以降の心臓車両で 感知向け装備として正式採用されているほか、115系など既存車両に対しても改造により追加するケースもある。また、使用するケースは稀だが、JR の一部の特急用車両にも設置されている。スイッチは、両開き扉では、内外ともに右側、片開き扉では、内外ともにとあたり側へ配置されている。車室には、回と閉の二つが設置されているが、 車外側はコスト低減のために開けのみが設置されているため、ドア開示に車外から車内の閉ボタンを操作する際はドアが閉まる前に体をドアから離れなければならない。停車中の扉の状態に関かかわらず発車時には全扉の施錠を要するため、阪神電鉄では発車前に半自動を解除する際は一旦半自動扱いとしていた全扉を開いている。また、 乗降客が比較的多い駅で乗客の分散を図るために、すべての扉を一斉開閉する場合と、車掌スイッチの締め操作のみで発車する場合があり、ボタン操作の回避後に一定時間無操作で自動閉止するものもある。車内温度維持による省エネ効果を期待して、JR 東海313系2500番台、JR 東日本 E231 系、 E233 系、JR 西日本製造の一般用車両など、主に団地を走る車両で、始発駅での出発待ち、快速、特急列車などの接続、通過待ち、単線区間での列車交換など、アーバンネットワークでは新快速や、快速の接続、通過待ちや折り返しなどで、停車時間が長い列車、紀の国線、湖西線、大見今津駅、大見塩津駅、 鶴ヶ駅間、北陸本線、前原駅金沢駅間、加古川線、万丹線などでは全列車、大手私鉄では西部4000系、4万系、阪神5700系、5500系リニューアル車、相鉄2万系など、順、大手私鉄では山陽6000系、中小私鉄では市畑7000系などで押しボタン式の半自動扱いが行われている。 ドアエンジンは自動ドアの開閉動作に際して直接作動する動力装置。現在、建物等の自動ドアに広く使われているのは電気モーターを動力とする方式である。鉄道車両用には導入当初は空気圧作動式が多く用いられてきたが、近年は電気スクリューやリニアモーターといった電動式も導入され始めており、 空気配管の減少に伴うメンテナンスの簡素化に組みしている。エアコンプレッサーを装備するバスでは空気圧作動式が用いられている。例外的なものとして、日本のタクシーではテコとリンケージを用いた人力によるものがある。運転席横のレバー操作により、後部客席ドアを開閉する。一方では、インテークマニホールドの負圧でドアを開閉するものも増えており、 通常はステアリングコラムの右インパネ部にボタンが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。